俳優の市村正親75が桐谷健太44主演のフジテレビ系連続ドラマ院内警察毎週金曜後9時の取材会に参加。撮影中に75歳の誕生日を迎え、共演している桐谷長浜ねる25から祝福されたことを明かした。同作は2021年より青年漫画誌ヤングチャンピオン秋田書店で連載中の院内警察アスクレピオスの蛇を原作とした医療エンターテインメント。日本ではまだ馴染みの薄い院内交番を舞台に、元警視庁捜査一課刑事の主人公と天才外科医の正義がぶつかり合う刑事もの医療ものという二大王道ジャンルのハイブリッド作品となっている。